今回は、スマッシュブラザーズスマブラやっていきたいと思います。久しぶりの VIP に、潜ろうかなと思っております。 GC コン出しっぱなし、電波があんまりうち、ね、良くなかったんですよ、この間まで。まあ、若干回復したので久しぶりね、VIP やっていこうかなと思います。僕がね、今、考えてるのは、とりあえず、まあ、10勝ぐらいしたらまあいいのかなと。まあ、受賞できるかみたいな。僕の家のね、オンラインは一応全 VIP ではあるんですけど、戦闘力がそんなに、まあ僕の持ってる最高の戦闘力よりかはちょっと落ちてるんですよ。いろんな僕端末でやってて、というかあの事務所のとかあったり、マサイの家とかもあったりするんで、いろんなところでやってるんですけど、トップオブザ魔境行ってるか行ってないかぐらいだと思うんだよね。ギリ行ってねえな。トップオブザ魔境ちょっと乗せましょうか。頑張っていきたいと思います。よっしゃやろう。慌てるな。しっかりとね、習ったことを使っていきましょう。飛ぶタイプだ。オッケー。飛び落とそう。そろそろ投げに来る。ここで決めたい。オッケー。オッケー。とりあえず一ストもらった。飛べ。オッケー。あの飛びを落とそう。そろそろジェットハンマーで行く気がする。オッケー。よっ。あー、うわー、上まで来る。オッケー、引いた。あぶねー。うわー、今ちょっとね、良くないところがめちゃくちゃ出た。あまりにも空中後ろを警戒する空前振りすぎたな。あれバレるわ普通に。ジャスガ上京とか取ってった方がいいのかな。あとガーキャンクーデヌとか。まず一緒、うまい。飛ばない方がいい。こいつ空母振ってくるな。結構ゴルドはジャスカか。こっち OK。 空母で締めようとしてるのは分かった。ラッキー。ここ OK。 空中後ろね。空中後ろと多分あれだろう、あの横 B の読み合いでしょ。 OK。 ジャンプ読みね。こっち OK。 ウエストはそろそろ来る。あー、判定で勝てんかったか。即上がり。空中まで出なかったか。オッケー。ガーキャン投げ多いな、この人。狙ってこう。こっち。オッケー。ちょっと遅かったな、今。反応が遅かった、俺の。こっち。
いや、そろそろでかいの持ってっちゃっていいよ。いや、そろそろ打ち転がり読まれるな、多分ここで、ああ惜しい、回避に行こう。行っちゃっていい、いや、回避来るだろ。ここ、こっち、その空母読んでんのに。もったいねー、マジもったいない。こっち、オッケー、もったいない、マジでもったいない。何しとんねん。あ、でもよかった、対戦ありがとうございます。お願いします。ジャンプで避けるタイプか、この人。高いな、相変わらず。オッケークラフティー回避をしてるけどダメか。あれ広いのかい。上から来る、よし、あれ多いな。攻撃が弱い。下当たるか、あれ。よし、ラッキーラッキー。まだ飛ばない、よし、飛ぶんかい。よし、よし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 、攻撃上がりが多かったから。うん、でもこの人も戦闘力高いね。ちょっとずつ上手くなってってる気はする。花火さん、よろしくお願いします。えは空エネできるタイプか。回避早いな、韓国ここ入るんだよな。よし、オッケー、飛べ、よし、奥、いやー、空エネ入りたかった。
ああ、オッケーオッケー。よし、たまに横スマ打つの大事だな。プレッシャーかけられる。ゴルドがないからスッカー上がりと空後リエ大丈夫。そんなんは分かるじゃん、しっかりと。止め重てぇ。いやこれ適当なことすんな。ジャイアントパス飛んでくるぞ。バカ野郎、 DA でいい普通に。空後、バカ野郎。そのさ、持っていけるとこで持っていけないのはダメだよ。いやー長硬直。5番まま来たか。オッケー、もう一回行こう。いいガード、いけ、止め。オッケー、よし、スタート。オッケー、空中上を怖がってのやつだったろうな今の。しっかりとずらしとかをもうちょっと対応早くしないと、持ってかれるとこ持ってかれるな。まず気をつけよう、防御面がちょっとまだ浅い。しょうがない。ああ重てぇ。オッケー、止め。
ビーになってた。あの空中 N の隙に置いとけ。ガード固まる。よし、ちょっとね、ぶっちゃけあの寝起きなのでまだ目が覚めてね。まあこの人うまいな、けどジャンプが多い気がするぞ。そこに、ここだ。空前で来るはずなんだよな。空前じゃありませんか、空前か。あの、ここでいい。空中上だ。オッケー、オッケー、ここ、オッケー。今のはね、だいぶ練習したからね、これ。こっち、ウイスマか。オッケー、飛びを狙おう。持ってこう。よーし、最近のスマブラ上手い人がマジで多いな。早く俺もしっかりとね、上手になんないと。地上でやっても勝てる気しないから。これやっぱここまではもう、よし、ちょっと待って、引いて戦おう、こいつは。ちょっとね、この辺で攻めたい。うまい、難しい投げ。あれさ、上側めちゃくちゃ広いな。フードできなかった。投げだったんだけど、俺ここバカ野郎。オッケー、いった、飛べ。オッケー、そうでしょ、まだやられたくない。よし、よし、冷静冷静。そろそろ投げてくる。うわー、今出なかった技。よし、いい投げ。今ジャンプ読んでたんだけど、オッケー、今のは空中 N か投げだと思ったんだけど、いや、こういう時こそどうせ攻めてくるから引こう。これもいい。ああ、全然よくなかった。外にずらせ、バカ。いたー、ギリギリの戦い。よし、 OK、 OKOK、 いい、あのプレッシャーのかけ方。
オッケー、よし、うわやっちゃった、慌てんなバカ、オープレー、なんで、やばすぎるなこいつ、あっぶねー、ほい、オッケー、支えた、まだやられないでしょ、いや横綱また入る気がする、もうちょっとしっかりと距離を取っていきたい、よいしょ、ここだ、よし、いやもうちょっと冷静になるべき、最後の空は相手の空を読んだからいいけど、あまりにも相手の戦略に乗りすぎた、空 N、 空 N からの空上からの空前、一回ここに貼ってドーン、あぶねー、よし、よし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 、お、トップオブザ魔境入りましたね、今トップオブザ魔境に入りました、おお。オッケーオッケー、牽制タイプね、うまい、オッケー、オッケー、オッケーオッケーオッケー、崖でぼったくれ、いやでかい、バカ野郎、よしよしよし、ラッキーラッキーラッキー、うまーい、溜められてたか、
何しゃねん。これいけると思うなよ。全然めくられるぞ。オッケー。うわ、タイミングずらされたな。オッケー。判定の出てないところに当たった。まあちょっと1ストね、相手が事故っちゃったからね。しずえ来た。ちょゴールド少なめに、けど出さなすぎもよくないから。体重差はあるからそれ生かしてこう。ごめんなさい。オッケー。どこ向いてんねん。バカだね。これ空中で気をつけろ。オッケー、もう一回行こう。これ空中で気をつけろ。吸い込めなかったか。うまい。今メテオ狙ったな。よし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 。ちょっとね、しずえは不利だと思うんですよ。でででだからね、怖いんですよマジで。これか。オッケー。よし、オッケー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 。1237万かになりましたね。今ですね、トップオブザ魔境、魔境のレベル5っていうところに今いてですね、まあ僕が行かなきゃいけないなと思ってるところは、とりあえずは、魔境卒業しなきゃいけないなと。まだあんまり目が覚めてませんが、ここはね、安定で多分行けるのかもしれないですね。やっぱね、宇宙最強らへんからちょっと次元変わってくるんすよマジで。まあどうにかね、魔境卒業早くしてロードシルクの方でね証明したいですね。まあ僕は一応魔境卒業までは、できるよというのはしっかりとね見せたいんですけど、今回はこれにて終わっていきたいと思います。多分10勝ぐらいはしたんじゃないかな。多分したと思います。したかな。多分したと思います。すんなりいけた感じはあったのでよかったなと思います。今後ねこの VIP の、企画もこうやって動画でやっていこうと思います。ちょっと甘いところが多数あるんで、そこをね修正していったり、我慢してガードをずっと張っとくとかね、やんないとダメだなと。てなわけで、今回はこれで終わろうと思います。それでは。